まあ一応フォークから変えたんで、ジャンパー99でないですが、あ、お、ホセル、ホセル、ホセル。はい、こんにちは、こんばんは、ハルケです。今回はショーダウンプラスのホセルを使っていきたいなと思います。CL 優勝というふうなことでプラス2上がりをされましたホセルですね。スキル5、逆足4個は変わらずですけれども、能力プラス2というふうなことになってます。まあ、特にジャンプフィジカルがですね96から98になったというふうなことは素晴らしいですね。なのでこれを受けて、まあ、今回自分はエンジンをね、つけて、使っていきたいなというふうに思います。でですね、今回はスーロット同じくラリーガのね ST とどちらが強いのかというようなところを見ていければなというふうに思います。じゃあそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで行きます。いやー、正直ね、自分はほんとスーロットはもうむちゃくちゃ強いから、それを超えられんのかね不安ですけれども、ただホセルはやっぱプラス2上がりとスキルも5なんで、そこがねどうかというふうなところで、今回ホセル4321の、ほらスロットいきなり4321の LF でいきます。あとは空中戦ね、まあ一応フォークから変えたんでジャンパー99でないですが、あ、お、ホセル、ホセル、ホセル。なんかあれプラス2やけど、なんかめっちゃ速くなってる気がする。なんかねスーロットに関してはもうそのほどグンっていくスピード、まあドログバとかもそうやけど、グンっていく、なんかいかにもこう速いというか大股でグンといくんやけど、ホセルはねちょっとやっぱ細かいけど速いみたいな。あ、ホセル勝てる、これ勝てる、あ、背負いながら、いや欲しい。でもあこうね負けずに、誰やろサイドバックデスとかジョージ、あ、ジョージじゃないわ、それベストだ、デスト、セルジーニョデストだ、デストね、デスト、ホセル、え、ついよ、え、ついよ、あれこれスーロットじゃなくてもいい説あるな。まあ、デストじゃちょっと勝てへんでしょうな、空中戦は。しっかりやっぱフィジカルで抑えながらっていうの素晴らしかった。で、誰に勝ったんやろ、こっちの右のセンターバックは誰だろう。今のもちょっと空中戦グリッド勝った。フィジカルで抑えながらね。これ誰だ、あ、ガブリエルか。結構コスパですね。でもガブリエルも値段の割には全然強いっていう。お、ホセル。あとホセルのいいところはね、インターセプトとか守備の能力が高いところですね。でもスーロットも、まあドログワンも使ってる人はいるかもしれないけれども、足が長いからなんか守備値関係なく足出してくれたり取ってくれたりするんよね。あんま関係ない感じがする。でもホセルは一応能力は高いです。あー惜しい。でもめっちゃ変わって、めっちゃ強なってる気がすんねん。そうだから、そのスーロットとかドラグバとか大股でなんかぐん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 行くけど、ホセルはなんか細かく速いみたいな、なんか普通にでかい選手やと感じさせへん走りというか、うん、なんかソン・フンミンとか、まあ小さくはないやん、小さくはないけど190超えてるホセルがそのソン・フンミンみたいな感じでなんか走っとるんよね。これはだから小回りとかもちょっと聞きやすいというか。ホセル、ホセル、ホセル、なんかむっちゃ強くなってるぞホセル。あれ93の時こんな強かったかな。これ95なってスーロット超えた、めっちゃいいぞ。なんかむちゃくちゃいい、気のせい、むちゃくちゃいいで、むちゃくちゃいいぞ。なんかむちゃくちゃクロス上げてみる、勝てる、いや勝てるな。
まあ相手デスト、まあ相手デストやからな、デストやからっていうのはちょっとあるけど、スーロット、スーロットも正直めっちゃ強いよ。あ、勝てる？おお、勝ったんか今。いや、ホセルこれ、いや難しいな。正直スーロットもね、もうめっちゃ好きなんですよ。ランク1に多分2回ぐらい連れてってくれたから。てかスーロットをスタメンで使ってからずっとランク1だから。CF でね、うん、ここも早いのよね。いや、ここのトラップのプラスね、トラップのプラス素晴らしいね。まあ、あとは冷静さが99か、あとホセル上がって93とかやったかな、まあ、そこは違う部分か。いや、どっちでもええな。え、ここのグリッド力、いや早いわ、早い早い。で、おお、おっと、スーロットもね、やっぱ威圧感がすごいし、マジでありがたいよな、いてくれたら。ただホセル、まあ推進力、やっぱグイット力でいくとどうやろうな、ホセル。いや、ホセルもでもだいぶここのグイッといける。相手デサイよ、デサイ、うん、早いな、うん、早い。まあ、スルロット、いや、むずい。どっちも早いけど、もしどっちか決めないといけないのであれば、スーロットの方がグイッと力はあるかもね。グイッといく。でも、まあ、軽さはでも違うね。ホセルの方がやっぱりこう、扱いやすさはあると思いますね。勝てる？あー、難しいところやね。でもホセルもだいぶ強くなってるで。なんかほんまにスーロットと並ぶというか、互角、うん、ここの軽さは素晴らしいね。互角みたいな感じ。あ、惜しい。互角レベルまで持ってきてんじゃん。もう強いな、強いわ。あとはもうそれこそスキルを使う人やったら全然ホセルですね。スキルを欲しいって人は、まあ、93の時は、あ、ジジ、ちょっともう1試合いきます。はい、2試合目いきます。いや、ホセル、いや、強いな。そう、だからスキル5がなくても自分はスーロットを押してたんですけど、スキル5が欲しいって人はもう全然、あ、もうあのホセルでいいですよってぐらいまで強化はされてますね。あ、バスケス、次はバスケスか。あ、ホセルだ、ホセルいる。あ、赤金空いたな。多分 CF 終わりやろな、多分これ CF 終わってかな、多分。これ一応プレーオフなんで、まだね、あの、僕はだいぶ遅い。いや、でもちょっといいよ。で、多分相対するはボヌッチとバスケスになるんかな。うん、ナイス。おわっと、これを取ってほしい感じはしますが。お、アイズのホセルにもご注目。グイッといけ。あ、いったいった。いや、めちゃ強なってんのよな、普通に。だから、あ、惜しい。あ、惜しい。ボヌッチ、ナイス。牛丼、あ、惜しいね。ボヌッチの絶対予測出たな今。いや、素晴らしい。あ、惜しい。おっと、惜しいよ。無理させていこう。ホセルに無理させていこう。ナイス。無理に行こう。
うん、でも軽いね。193やね、多分ね。2やった。そんぐらいの選手とも思えないですね。あ、下手。一応今週もついてるんで、ちょっと打っていってもいいんちゃうかというふうにも思っております。ペナないならね、全然。もう、バン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 。あー、止まっちゃった。いいよ。いいよ。あ、ファウルない？今のファウルじゃない？ないっすか？南野、南野強い。 OK、 バストニー頑張った。さあオナバトレから、あ、スロット、いいね。スロットもマジいいのよね。ファウル、いいよ。いや、強いな。あれあれ、なんかめっちゃ強くなってない？マジ強くなってるんやけど。プラス2はやっぱでかいね。全部プラス2やからね。だってそれがやっぱいいね。で、空中戦一応ねカンストしてないけど、うん、そんなに弱いなとは思わないですね。まあただ相手のサイドバックはまあちっちゃいからっていうのもまああるけど、まああるけど、一応デストとこの試合はバスケスですね。それがこうでかい選手と競った時にまあどうかっていうところですけど、まあちっちゃい選手やったらもう完全勝ちますね。普通にカンストしなくても全然勝つし、それこそフォークつけた時はあんま勝ってなかったよね。ああ、でもここのグイッと差はね、やっぱなんかスロットの方がある気がしますね、体感ね。でもホセルでも全然速いっていう。あ、やばい、空いたな、強い、危ない。ボンマティね、ボンマティもいいよ、本当に勝て。ホセル、ありがたい空中戦、守備の時にもね行きますんで。おっと、危ない、ナイス、できる。いや惜しいな。でもここのスキル5でのこう剥がしっていうのはホセルにしかないところ。うん、強いな、普通に強いな。あ、今週わあ入りたいな。あ、強いな。あと足の振りが速いですね。やっぱり結構ドリブルも細かいし軽いし。ホセル、ホセル、いや強い。いや頑張れ、惜しい。いやこれでも強いよ。 OK、 ナイス。バストにやっぱ安心するね。さすが100万のセンターバックだ。さあホセル、あ、惜しい。やっぱバスケスもね強いよ普通に。うわ、ボンマティ強えな、相手のボンマティ。赤金ね、赤金ね。まあ、いたな、当たってる人はちょっと多いかもしれないですね、もしかすると。結構なんかアルティメットが当たりやすいみたいで、自分の方針はまあどうなるやら分かりませんが。さあ、レナトから、さあ、栄、あ、いいよ。いや、空いたな、使ってくるな。当たってよかったやろな、これ。もう相棚に渡して、相棚でトラップしたらもう勝ちみたいなね。嬉しいやろな、CF よか、やってよかったみたいな。ただ、うちのホセル、なめんなと。うちのホセルが来るぞっていうことね。うちのホセルがやるよりよっていう。さすがにね。
いいよ。ホセル、勝て。勝つな。そうやな、あっこでやっぱペナ内で持った時の軽さは全然ホセルやね。まあ、スーロットもだいぶこのデカさデカさ考えたらね軽いんやけど、ただホセルは、軽いしスキル5だしっていう、空中戦以外のその推進力、縦への推進力みたいなところでいくとスーロットかもしれんけど、能力えぐいな。90何歩がめちゃくちゃあるっていう、視野98素晴らしいね。フィジカル、あカーブも99、あそっかそっか、あえいやでも上げてないもんね、エンジンシュートは上げてないはず。また冷静さか、93、おースロットは99。まあ、スーロットのことはもう分かってるんでね、ホセルがどうかというところ。このままそんな空中戦もいいよ。あいいね、ここあここちょっと守備能力出たんちゃう、ホセル OKOK いいよ、いいねいいね、スーロットも寄ってきたぞ。スーロとも全然モテるんよね、全然モテる選手ではあります。これオナバトレは厳しいやろな、フィジカルが。ナイスナチョ、ナイス、おお呼んできた。ホセル危ない危ない危ない、キーパー無理か、うわ強っ、ナイス、いや強いな、いいよ。サーレナと、おレナと、あーナイス、おいおいおい危ない、ホセルホセル、いいね、くー澤さん、あホセルインターセプト、パスうまい。さあアレクサンドル・スーロート、オフサイド、結構いいとこいたけどね、うわ無理、いいよいいぞ、うわ早い派閥。いやうわそれ取るか、ナイス、ホセルをナチョが、同じレアルの、来た来た、よホセル勝つな、空中戦勝つぞ。あそう、ここのここのグイット力はスーロットなんですよ、わあ素晴らしい、ここのグイット力、そうね、ここのグイット力は、まあ、相手の人のカーソルチェンジがっていうのももしかしたらあるかもしれへんけど、守備のあれのね、ただでも、グイット力はマジでやっぱあるな、ある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 。難しいところ、でも今のもうホセルもういけてたかもしれへんしね、全然。惜しい、 OK ナイスナイス、
コセル、コセル、あいいね、勝つな。うん、すごい狙ってくるね、空いた穴に縦パスを押せる、押せる、いいね、抜き切った、これいけるな、押せる、惜しい。まあ抜き切ったら全然ええな、押せる押せる、普通にむちゃくちゃなんか変わってるような気がしますね。プラス2上がりされて、まあ、加速タイプも若干違うのかな。エンジンにしたことでホセルはやや長いなったんかな、わからんけれども、まあエンジン、まあエンジンかホークやろな多分な。一応スロットもエンジンなんでここは一緒ですね。あ、決めるな。いやヘディングめちゃくちゃ決めるな。今のも完全フリーやったけどめちゃくちゃ決めるな。あれ、ヘディングもすごく良くなってるね。うわここなんです、オナバトレのあれはここなんです。でもこの可愛い方が可愛いね、女子選手だからしゃあない。これいける？こ、そ、ここ、そ、ここ、ここのグイット力、ここのグイット力はスロット。まあただホセルもいけたかもしれない、それも分からへんけど、グイットは、あ、諦めた。諦めましたねこれ。まあちょっとホセルのちょっとグイット、ちょっとホセ。うん、まあ早いよ、早いけどなんかスロットとはちょっと違うくない？ちょっと違うような感じしない？諦めてないのねこれ。どっちやこれ、これどっちかだけ教えてくれ。諦めてないね、まだまだ根は死んでない。うん、死んでないね。諦めてるのかこれは。諦めてないね、 OKOK、 死んでない、まだ死んじゃいない、諦めてないぞ。さあ来いと、相手当たったんだから、おーっ、相手は強いな。キーパー誰だ、ここ待ってんのは坂か、いいね、スロット、あ惜しい、あーお、おい、いや、ナチョのフィジカル。ナイス。勝てる。いや、素晴らしい。まあ、空中戦は互角ぐらいかな。ファルないっすか、今の。物がつく、うわ、すごい。すごい、すごい。ジジス、うん、ホセルもね全然ね、こうスーロットとかと匹敵するぐらいのね空中戦はなんか手に入れてるような気がしますね。まあホーク、いやホークで一応99にした時より勝ってる気がすんねんな。うん、体感ですけど、上げてなくて98ないけどね。まあただほんとプラス2はでかいなと思います。でホセルはやっぱスキル号がねあるし、ペナナイとかで足で、うん、普通にゴロで受けた時の軽さだったりとかドリブルの扱いやすさっていうのはありますね。190超えてる選手とは思えないぐらい、うん、やっぱしやすくなってる、なってます、変わってるなっていうのは思いますね。ただまあちょっとこう推進力的な部分ではスーロットの方がある感じはしますね。全然ないわけじゃない、ないわけじゃないし、普通に速い時あるし、だけどやっぱそのグイッと前に行く回数というか行ける回数はスロットの方がなんか若干多いような感じはするんかなって思いますね。まあ、あともちろんスロットの方がレーサー99とか、まあ逆足5とかいろいろそれぞれいいところがあるっていう風な感じですね。でどっちか
どっちが強いかっていうところで、まあ人によったりするとは思いますけど、地上戦とかもね、うん、一緒に絡めて使いたいって人は全然ホセルだと思いますし、スキル5を持ってる方がいいって方はホセルやしっていう。ただやっぱりその、うん、空中戦のなんか圧倒的な力だったりとか、こう縦に行く、ぶち抜く縦のグンと行くスピード、細かいタッチとかはねあんまりないけれども、グンと行くスピードが欲しいっていう人は、まあ、スロットかなっていうのは思いますね。まあ、ぜひねプラスにされたホセルかなり強くなってますんで、使ってみてほしいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。